羽生に聞いた伊達さん福原さんからの質問。まずはお笑い芸人、はい、同じ仙台出身の方なんですけれども、サンドイッチマンさんですか。うん、そうだよ。まずは羽生とも親交の深いという伊達さんの質問から。ソチの時はお土産を買ってきてくれなかったけど、今回は買ってくれてますよね。ないです。ないです。ないです。マジで。羽生は爽やかな顔して全力で否定。まあ、完全に今回も頭のどこかに行ってました。そうだろうね。応援のビデオとかになんか、はい、メッセージのところにお土産買ってきてとか書いたりとか、基本お土産の話しかされてない気がします。購入の予定とかは一番いい、いやいやいやほらメダルがあるので、ね、お土産持ってきました。素晴らしい、そして愛ちゃんからの質問は、一番最近で食べた仙台フードは何ですか。なんか気になるね。牛タンかな。仙台駅とかで売ってる牛タン弁当とか、たまに無償に食べたくなって仙台に帰った時とかよく買ってます。さあここからは嬉しいです、ね、この方からもメッセージをいただいています。こちらをご覧ください。ちょ怖い怖い。おーはー、おはスタ MC、 そしてテレビアニメ東京グール金木健役の花江夏樹と申します。この間お話ししました。羽生が今最もハマっているという大人気アニメ東京グール、そんな主人公を演じる声優花江さんとはラジオでも共演したほどの仲なのだ。東京グールが大好きとお伺いしましたので、今日はせっかくなので金木くんでいろいろと質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。羽生選手オリンピック連覇おめでとうございます。ありがとうございます。すごいなこれ。ぜひアンテイクに美味しいコーヒーを飲みに来てくださいね。ぜひぜひ。すごいね。僕もオリンピック見てました。素晴らしい戦いぶりでしたね。恥ずかしい、とても恥ずかしい。ありがとう金木くん。今回は怪我から見事な復活でした。強い気持ちを持ち続けるのは大変だったんじゃないですか。大変だったんですけど、でもいっぱい応援してくださる方がいたんで、すごく勇気をもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に何言ってもそうでしょ。羽生選手、白金木、改めて金メダルおめでとう。ありがとうございます。僕を感動させたんだ。僕に食われても仕方ないよね。もちろんです。ぜひ食べてください。大好きなんですね。戻った。それでは羽生選手、おはスタの生放送にも遊びに来てくださいね。以上花江夏樹でした。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい。いかがでしたか。めっちゃ汗かきました。漫画も全部見てるし、漫画で花江さんの声が聞こえますもん。もう読んでる時に金木君の声がする。相当好きですね。相当好きですね。こんな方々とお話ししていいのかなという恐れ多さがすごくあります。本当に恐れ多いです。スケートやっててよかったなって思える一つです、ね。はい。